では、ジンさんよろしくお願いします。はじめまして、皆さん、ジンさん、イエーイ。はじめまして、ジンです。Thank you.
して、今日はちょっと、回転としてこれしか訴えないんですね。ちょっと座らせてもらいます。お、すげえ、前にじゃん。ちょっとだけずれてもらっていいですか？どうぞ。カメラ係なんでこの辺にいたいんで。そうですか。これそれとかあります？どなかったらずれてもらえばいいんで。どうしてもすぐに手も入れたくて雨に濡れたまま泣きながら泣きながらこんなこんなに終わったを探したように必ず僕を照らすのサーチライトをずっと信じてた信じてた
みんな、ね、リクエストがちょっと歌ってほしいというリクエストが結構多くてですね、ちょっと絡みたいと思っておりまして、今行方不明になっておりますので、そこにも出番あるじゃん。出番あるよ。出番あるよ。出番あるよ。はい。はい。酔っ払ったのでいいもんね。いや、いい味が出る。頑張ってね。スーさん、スーさん、スーさん、スーさん。普通だったの。ゲロ、ベロベロのゲロゲロです。たぶんね、ジン君の陰謀だと思いますよ。あ、陰謀じゃないですよ。ケントか、俺は。職場がええな。職場がええな。お家はね、中津だ。うん、もう、長野県との県境。遠いんですよ。けどね、マスターはね、俺らのライブに結構いつも来てくれてる。あと年に何回かはねえ、お邪魔しな、申し訳ないかって思いながら、ちょうど今日ジン君がエントリーしてたんで、近くなんでね、じゃあ乗せてよってオーディエンスで。ということで、なんかひどい歌を歌うらしいですよ。昭和50年に戻ってください。ということで50年50年ですよ。生きてます、生きてます、生きてます。これ結構ね、陽水さん絡んでた歌なんで、ぜひとも小倉圭さんの歌なんですけど、多分聞けば分かると、分かる人は分かるね。分かる人しか分からん。なんか普通の話しよう。ということで、じゃあ、行きますか。すいません。じゃあ歌わせてもらいます、途中から。少しは私に愛をください。すべてつもりなもの、一度も咲かずに散って行きそうな花、鏡に映っているわ。少しは私に愛をください。たまには手紙を書いてください。いつでもあなたを思う私だもの、あなたの心のほんの片隅に私の名前を残欲しいの。たまには手紙を書いてください。
失礼しました。